エドワード5世は、ヨーク朝のイングランド王。エドワード4世と、王妃エリザベスウッドビルの長男。大幹式挙行前に退位させられた。1483年4月9日、フランス討伐の準備中に死去した父の後を継いで、12歳で、王位を継承した。エドワード5世が、居城のラドロー城からロンドンへ急行中、摂政に就任した父方の叔父のグロスター公リチャードは、 母方のおじでエドワード4世の側近でもあった、リバーズ・ハク・アンソニー・ウッドビルを逮捕し処刑した。その後、エドワード5世は、弟のヨーク校リチャードと共に、ロンドン島に遊兵された。2ヶ月後の6月25日、議会はエドワード4世とエリザベス・ウッドビルの婚姻は、無効であり、エドワード5世とヨーク校はエドワード4世の諸子で、あるとして、大井継承の無効を議決した。 そして、グロスター公が衰退され、リチャード3世として、イングランド王に即位した。1485年、リチャード3世は、ボズワースの戦いで、王位請求者リッチモンド博ヘンリー・チューダーに撃たれた。リッチモンド博はヘンリー7世として即位し、エドワード5世の姉エリザベス・オブ・ヨークと結婚した。ポール・ドラ・ローシュ、エドワード5世とリチャード兄弟ロンドン等に、 幽閉された後のエドワードゴーセイと弟リチャードの消息は現在に至るまで判明していない。1483年の夏頃まではロンドン島の庭で遊ぶ兄弟の姿が見られたが次第にその姿を見ることは少なくなり1484年の春には兄弟はすでに殺されたという噂が市内に広く囁かれるようになったとロンドン年代記にある。当時は二人が リチャード三世によって暗殺されたと考えられていた。1513年にトマス・モアがリチャード三世殿においてリチャードが副親ジェームズ・ティレルに支持しその配下の2名の男によって窒息死させられたという見解を示した。モアによれば1502年にティレルが反逆罪で処刑される前に事件における役割を自白したという。1768年に オレス・ウォルポールが、リチャード3世の生涯と知性への歴史上の会議を、出版し、リチャード3世主犯説は濡れぎぬであるとして、彼の潔白を主張した。現在の研究ではヘンリー7世が二人の運命に、深く関わったとする説も有力である。リチャード3世、そしてヘンリー7世、いずれの大井さん達者にとっても、エドワード5世と弟、 リチャードの存在は障害でしかなかったのは確かである。1674年、ロンドン島の改修に携わった作業員が子供の遺骨と見られる大小の頭蓋骨や骨片が入った木箱を発見した。はじめは放置されたが、1678年にチャールズ2世の命により、ウェストミンスター寺院に安置された。1933年、 専門家によってその遺骨が鑑定されたが、性別、年齢が特定されることはなかった。ありがとうございます。